新政府の要望を伝えます。二人で生きられるよう作りたかった。終わらせてくれ、お前の手で。海だ。そうか、私のやろうとしていたことは。礼を言う。止めてくれって。
これで終わりだ。舐められたものだ。見てよ、お侍さんの。江戸を火の海にすれば、あの家族も引き裂かれるだろう。我らのように。この国が炎に包まれることだけを念じてずっと生きてきた。それを諦めろと。もう十分だ。それより共に見よう、日本の夜明けを。いや、私は日の元を出よう。どこか遠い地からこの国の明日を見守りたい。離れていても我らは一つだ。二人がそれぞれ動けば自在に撹乱し、一つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれている。